久しぶりだな。運が悪かったんだよ、お前らは。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？ぜひな、100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、こら。お前じゃない、私は遥か。お前じゃない、俺はどうしても100億を手に入れたい。これには100億の価値があるんだよって。なんでお母さんに会えないの？俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。死にてえやつだけかかってこい。武道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんです。カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。これが花火。西と東の大戦争、思う存分暴れたり。何が任侠や。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。俺たちは待っていたんだ、復讐の時を。ただひたすら待っていたんだ。あれからもう20年以上経つのか。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。本物の竜はどっちか決着つけようやないか。お前は行け、そして生きろ。俺にはまだやることがある。